健と平和を守る正義の弁護士大西壮さんの出陣式にお集まりいただいた皆さん、こんにちは。本当にありがとうございます。日本共産党を代表し大西壮候補必勝へ、市民と野党結束をして頑張り抜く決意を申し上げたいと思います。元衆議院議員春名直明でございます。日本共産党の県会議員団も全員参加をいたしまして、皆さんと共に戦い抜く決意でございます。皆さん、どんな政権でも解釈によって憲法を勝手に変えてはなりません。そんなことをやればその政権は独裁国家になってしまうからです。その無茶を数の力で勝手に強行し、市民の声を踏みつけにしている安倍政権は許せないではありませんか。国家的な危機、国民的な危機だと私たち考えます。市民と野党はこの危機にあたり、憲法に基づくまともな政治を取り戻そう、戦争する国は許さない、この何にも変えがたい大きな大きな大義で一致結束をいたしました。皆さん、定数1の選挙区は全国30にあります。そのすべてで市民と野党の統一候補を擁立し、戦う体制ができたことを皆さんとご一緒に喜び合いたいと思います。皆さん、この参議院選挙は市民と野党の大きな共同によって、平和、立憲主義、民主主義を取り戻し、まともな日本を作るかどうか、その選挙です。独裁、戦争政権をストップをさせて、退場の審判を下すため、どうか高知、徳島選挙区では、みんなの力で必ずや大西壮さんを国会に送り出そうじゃありませんか。どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さん、日本共産党や民進党、社民党、新社会党、生活の党などは安倍政権打倒で一致をしております。その結果、安倍政権に代わる野党の豊かな政策を次々と進化をさせております。給付制の奨学金を、福祉、そして保育の待遇改善を、同一労働同一賃金を、被災者生活再建支援法を300万から500万円になどなど豊かに広がっております。安倍さんが言うような野望ではなく、野党共闘は希望だということを皆さんに訴えたいと思います。安倍さんは言うにこと書いて、民進党に漏れなく共産党がついてくるとか、もうとんでもないことを言っております。気をつけよう、甘い言葉と民進党、こんなとんでもない発言までしております。一国の総理大臣として、こうその首相失格だと私は思いますが、同時にこれは相手が恐れている証拠です。そのまま私たちは言葉を返したいと思います。自民党に漏れなく公明党がついていく、嘘800、気をつけよう、嘘800の安倍政権、そして市民の願いに漏れなく野党が一緒についていく、これが真実ではないでしょうか。アベノミクスのエンジン吹かせる選挙だと言っております。とんでもありません。格差と貧困を根本から広げてきた安倍社の欠陥エンジンをこれ以上吹かせてもらったら、家計も経済もますます火の車になってしまいます。今エンジンを取り替える、暮らし応援のエンジンに取り替えるのが今度の参議院選挙だということを大いに語り広げていこうじゃありませんか。消費税という弱い者の税金に頼ることなく、タックスヘイブンで大儲けをし、税金逃れをし、アベノミクスで大儲けをしている大企業や大富豪からまともに税金を取れ、そしてその税金は何よりも子育て、青年、若者、そして医療や介護など福祉優先に使え、この真っ当な政治を皆さん力を合わせて大西壮さんと共に作り出す選挙にしていきましょう。どうぞ皆さん力を貸してください。よろしくお願いを申し上げます。最後に、今度の選挙、市民が立ち上がる選挙です。力
権者は市民の皆さんお一人お一人です。政党はその市民の声をまっすぐに受け止めて、それを国会に届け実現をしていく、そこに責任があると私たち考えます。ところが今の安倍政権は逆です。国家が先にあり、国民はしもべだと思っているんです。国民を押さえつけて国家が上にある、こんな逆さまの政治は主権者の意思、この選挙という意思ではっきりと審判を下して、国民が主人公になる政治に必ず切り替えようじゃありませんか。皆さんご一緒に頑張りましょう。比例代表では野党がそれぞれ競い合って、自民党と公明党の票をどんどん減らして、それぞれ野党が大躍進をしていきましょう。私もその中で国会に駆け上がり、総さん春さんコンビで共に戦いたい、そういう決意も皆さんと共に頑張りたいと思います。いよいよ選挙戦、18日間の短い戦いです。どうか皆さん力を合わせて、正義の弁護士大西総さんを私たちの代表と